さて、今週は市町村ウィークです。今回は金山町の魅力を1週間たっぷりとお伝えしていきます。今日月曜日は中継です。もうすぐ創業半世紀、町内唯一の人気パン店を倉本さんが紹介してくれます。倉本さん、市町村ウィーク金山町、 JR 只見線会津川口駅に来ています。日中はこちらもとても暑かったんですけども、こちら夕暮れ時になり風も吹き始めて、山々に囲まれてとても気持ちがいいです。日暮らしの鳴き声もとてもいいです。こちらの会津川口駅なんですけども、ちょっと変わった駅でして、あちら郵便局があったり、さらには JA 会津四つ葉観光情報センターがあったりなど、一つに併設されているそうなんです。こちら珍しいということなんです。今日紹介するのは駅ではなく、駅前にある金山町で唯一人気のパン店を紹介します。ちょっと待ってください。今日は市町村ウィーク、一つだけではもったいないということで、私倉本の大好きなあの場所に堪能してきました。それが温泉。実は金山町は温泉の宝庫、日帰りで楽しむだけでも7つの温泉が。私が訪れた玉梨地区では3つの源泉があり、今回は玉梨温泉共同浴場へ。それではいざ入湯。暑い、とにかく暑いです。ただ本当に気持ちいい。このね、水面にですね、なんか油のようなものが浮いてたんですけど、それを嗅ぐとこう鉄のような香りがして、とても私は初めてこのような温泉に入りました。気持ちいい、体が温まります。いやー、気持ちよかった。幻の天然炭酸温泉も金山町にあるそうなので、プライベート行った時には行ってみたいと思います。お肌もちょっとツヤツヤになりました。さあ、本題へと参りましょう。金山町で唯一地元で人気のパン店、まもなく創業半世紀を迎える関係ベーカリーです。もう佇まいからこう懐かしさを感じる。そして可愛いソフトクリームの風船もありますよ。ソフトクリーム食べられるのかな。失礼します。いっぱいパンがあります。ショーケースに並べられています。いちごジャムパンにレーズンバター、そして下には粒あんパンもありますね。美味しそうですね。さあ、ここからは店主の柑樹京子さんとお届けします。柑樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。柑樹さん、まもなく創業半世紀、50年を迎えるということなんですけども、はい、いつオープンしたんですか。昭和53年の6月からです。ということは今何年目ぐらいになりますか。46年です。まもなくじゃあ50年目ということで、こう開店当初からお店に立っているということだったんですけども、はい、ちなみに今おいくつでいらっしゃいますか。83歳。あ、お若い。この元気の秘訣教えていただけます か, ですか、はい、秘訣。この金山町の景色とか、うん、店にいらっしゃるお客さんとの楽しい会話、うん、そういうことが楽しいです。こちら会話できるということで、はい、イートインスペースがあるんですね、うん、ゆっくり休憩できる。そしてなんと皆さん驚いたんですよ。私なんとこちらのパン、すべて息子さんが作られているんですよね。そうです。はい、私そちら、はい、先ほど取材してきました。はい、会津若松市対馬立町にあるパン工房アルム。アンパンなどこのお店に並ぶほとんどのパンが両親が金山町でお店を開いてからあるメニュー、今でも息子さんが受け継いでいます。3、4回ですかね。今まではうちの父が持ってってたんですけど、ちょっと免許も返納したことで自分が去年から持ってくことになりました。いや、この親から声受け継がれるこの絆、とても温まりますよね、うん、さあ、それではおすすめのパンいただきたいと思います。こちら、こしあんパンです。いただきます。どうぞ。香りからいい。いただきます。うん、甘い。こしあんが甘い。こちら自家製のあん作ってるんですよね。はい、とっても美味しいです。私ちょっと今日暑かったじゃないですか、はい、ちょっと店頭にあったソフトクリームいただきたいです。いいですか、作っていただいても。はい、ありがとうございます。いいですか、はい、お願いします、はい、うん、美味しい。で、このソフトクリームですね、開店当初からある、これ46年続いているソフトクリームだそうなんですよ。作ってもらいたいですね。
ね。もう皆さんに人気で、この夏の時期にはぴったりですよね。さらにはかき氷もこの時期に、出まして、私先ほど食べました。とても美味しかったです。じゃあこれさあアイス系煮込みますね。あー美味しそう。伸びる伸びる伸びる。結構入れてくださいますね。ボリュームすごい。はい、お待たせしました。はい、こんなたくさんいいんですか。はい、どうぞ。わあ、それでは冷たいケーキのソフトクリームいただきます。はい、うん、あー美味しい。濃厚甘い。あー、ちょっと頭がキンとしてました。美味しい美味しいです。このね、もう私もここにだけすごい落ち着いたんですよ。はい、これからその今たくさんお店をやられていると思うんですけども、この金山町、はい、の魅力なんだと思いますか。まず大自然ですね。大自然、はい、あ大自然、間違いない。人間の、はい、まあ、良さです。周りの良さがいい、はい、あ、 ありがとうございます。はい、この、奥会津の方言でジネントという言葉があるんですよね。はい、これどういった意味があるんですか。ジネント、ゆっくりとか、ゆっくり、穏やかにとか、ゆっくり楽しんで、優しくとか、いろんな意味合いがあります。このジネントですね、うん、金山町に皆さん遊びに来てはね、はい、いかがでしょうかというところで、じゃあ最後バイバイしましょう。せーの、はい、バイバーイ。ありがとうございます。また来てください。皆さん来てください。バイバーイ。はい、倉本さんでした。距離近くていいですね。本当に。そしてもう金山町の皆さんにとってはこの温かさからも、ふるさとの味、パンがふるさとの味になってるんだろうなと思いましたね。あの奥会津のもう貴重なパン店ですよね。だからあのパンを片手に只見線の車窓なんて楽しんだぐらいにしたら最高でしょうね。はい、今日は、はい、楽しんでいる倉本さんに伝えてもらいました。そして古賀さんも金山行ってきたんですね。そうなんですよ、堪能してきました。うん、来月オープンの新スポットや、なんと緑色の名物グルメもご紹介しますので、うん、明日お楽しみに。緑色なんでしょうか。